私どもは、この北米にございます、自動車メーカーへのベアリング、自動車部品の一つでありますベアリングの供給を、この会社からやらせていただいております。ここの土地に来ましたのは、今後ですね、北米を中心と北米とメキシコを中心として全ての自動車メーカーに収めていきたいということが、ここの会社のミッションでございます。ここの土地一つ当社の製品で、水が非常に重要でございます。でこの水の品質ですね、量と質を探していくとメキシコの中ではハリスコがいいというふうに、選択をしたものが一つございます。お客様のそばに近いところに行きたいというのが一つ、ですので今バヒューエリア中央高原に非常に多くの日本の自動車メーカーさんも出ていかれております。まあ、そういうところにできるだけ近いところで、私どもはさらにハリスコ州ですと従業員ですね、レーバーが比較的集まりやすいところという、まあ、そういうものが全部クロスしてハリスコ州を決めたということです。あとはまあ、政府との関係でございまして、まあ、非常に友好的に我々をサポートしてくださるということでこの場所を決めました。特に日本人の生活に困るようなものはですねありません。全てのものが揃ってるなという感じはしております。まあ、エンターテインメント性にしても病院ですね、そういった医療関係も非常によく揃ってるなという感じはしました。自動車メーカーさんにきちっとした製品を納めて、それなりにメキシコの経済の発展にね協力できるっていうことが非常に重要だと考えてまして、今やっとここから製品を自動車メーカー様に納める状況まで来ているというところです。